なんとか入り込めたな。ここが空中回路？なんか遺跡なんすか？変わってるね。普通の遺跡とはちょっと違うかも。そうなの？私は不思議と懐かしい感じがするわ。こんなことしていいのかな。ただでさえ我が国は誤解されているのに。アルス。けど何もしなけりゃメリディアの国民は霊を失う。霊がなくなれば町を守る力もなくなって濁流どもに襲われることになる。ディアマントがそうなりゃあそこに住む大勢の人たちが。分かってる、分かってるんだ。でも嫌なら残ってもいいんだぜアルス。これは俺が受けた任務だからな。いや、一緒に行くよ。行くべきなんだ。分かった。アルス、最近あなたの笑い声を聞いていないような気がするわ。君にはかなわないな。僕も君のようになれたらいいんだけれど。私のように？リフィアはどうしていつも穏やかでいられるんだい？科学省が襲撃を受けて、しもべやお母様が亡くなった時はとても悲しかったけれど。あ、ごめん、辛いことを思い出させてしまって。私は私の使命に従って今を生きていくことが一番の弔いだと思っているの。使命に？アルスにもきっとあるはずよ。アルスだけに与えられた使命が。僕だけに与えられた使命。制御装置はどこにあるのかしら。多分この奥じゃないかな。それを壊せばメリディアにも霊が流れるようになる。アルス？アルス、任務に迷いは禁物だぜ。今は任務のことだけ考えろ。分かってるさ、先を急ごう。みんな気をつけて。なんだあの石は。あれはな、簡単に言うとだ、属性を司る石ってとこだな。ということは属性を持つ行動に影響が出るんですよね。正解だ、さすがリフィアちゃん。あれと同じ属性の行動をすると効果が高まり、追属性の行動をすると効果が弱まる。極めて単純だ。ちなみに交渉術の場合はただ強力になるだけじゃなく、味方同士で組み合わせた時と同じ効果になる。こんなとこだな。へえ、便利なもんだな。何か裏があるんじゃないかと思ったぜ。よく気づいたわネラル君。あの石にもいくつか問題があるわ。一つはあの石はどこにでもあるわけではないということ。あの石があること前提で考えるなってことだな。もう一つはあれで交渉術を強化しても回復する行動力は増えないこと。最後は味方で組み合わせた時よりも威力が劣ってしまうこと。フォローとしてはこんな感じかしら。世の中そううまくはいかないってことっすね。そういうことね。ちなみに味方とあの石の力を併用してさらに威力を高めるっていう手もある。要は使い方したいってことだ。あの石をモンスターが利用するということもあるんですよね。以前も交渉術を組み合わせてきたことがありましたし。私たちが不利になるということもあるのかしら。だったら影響を及ぼしてるあの石をぶっ壊せばいいだけだろう。ま、それが正解だ。うへぇ、なんだこりゃ。これは何？どうやらお前さんたちのお目当てのものらしいぜ。じゃあ
こいつが例の制御装置か。ここはオルキナのログレスが守っているという話だったけど。いないみたい。好都合だ。ログレスのいない隙にこいつを破壊しよう。でもちょっとやそっとじゃ壊れそうにないっすよ。どうするんすか兄貴。本当は交渉術団でも用意するつもりだったんだが、成り行きでここまで来ちまったからな。とりあえずぶったたいてみるか。お前たちもありったけの交渉術をぶつけてみてくれ。それでダメならシムマフを呼びましょう。よし、やってみるか。待って。なんだよアベル。本当に壊していいのかな。これを破壊すれば両国間の緊張は一気に増す。それは確かだ。俺は軍の命令で動いてる。アルスが撤回命令を下すならそれでも構わないんだぜ。いや、この装置がある限り僕たちメリディア帝国が疲弊し続けるのも確かだ。外交による解決がもはや望めないのであれば。で、どうすんのよ。壊すのか壊さないのか。破壊しよう、ナルク。了解。かなり揺れたな。ああ、とっととずらかるぞ。ええ、急ぎましょう。本当にこれでよかったんだな。ああ、制御装置を破壊したことでもしかしたらオルキナが武力行使に出るかもしれない。しかし両国の民のことを考えればこうするしかなかったんだ。アルス、これでメリディアにも例の流れが行き着くのね。じゃなきゃ俺たちが危険を冒してまで装置を破壊した意味がない。これでよかったのよアルス。私はアルスを信じてるわ。ありがとう。例の復旧のためにやむを得ずこんな手段を取ってしまったけど、まだ和解への道は残されているはずだ。オルキナとメリディアの民を危険にさらしてはならない。僕は絶対に諦めないよ。ティノス様、いました。へえ、ネズミの正体はあんたたちだったんだ。兄貴、あいつジャダを襲ったムクロ使いだ。さすがイマジナルの定理を選んだイーサの子だね。泥棒みたいに大神殿に忍び込んで空中回廊を壊すなんて。あなたたちだって空中回廊でレイを独占してるじゃない。そのペンダントは。アベールのペンダントが何だってんだ。まさかお前とイグナーツはグルか。お前がザムエル先生の武芸塾を襲わせたのか。そうなの。あなたたちはベネトナーシュの科学書を襲っただけではなくて、そんなことまで。こういうのを東大元暮らしっていうのかな。ああ、兄貴、やばいっすよ。もうすぐ満潮だ。この大神殿も海に囲まれる。せいぜい急ぐことだね。まあその前にムクロどもに殺されちゃうかもしれないけどさ。待て、お前たちはどうしてアデールのペンダントを。アルス様よ、今それどころじゃないんでねえの。強行突破だ、行くぞ。発射。Thank you.
急げ。はい。アデル、急ごう。なんとか間に合いそうっすね。だいったー、のんきなこと言ってんじゃねえよ。お前、リフィアを見捨てようとしただろうが。いいじゃない、結局こうして無事だったし、ニコロに悪気があったわけじゃないでしょ。リフィアちゃん、ラルク、話は大神殿を出てからにしよう。帰り道を塞がれたら、さっきのムクロたちとまともにぶつかる羽目になる。そうだな。よし、そんじゃ町に戻るぞ。アデールはザムエルさんのことが大好きなのね。そうかな。感謝はしてるんだよ。本当の孫じゃない私をここまで育ててくれたんだもん。そうだったの。ザムエル先生もアデールが可愛くて仕方ないって感じだものね。そう？じいさんはアデールに対しては甘いんだよ。俺たちには厳しいくせに。そうだね。ラルクは甘やかすとすぐ調子に乗るからダメよ。お前が言うなっつーの。リフィアはすごいのね。いつも堂々としてるし、冷静で怖いものなんてないみたい。私は何も知らないし、そそっかしくて失敗ばっかり。すごく恥ずかしいの。そうかしら。私も何も知らないわ。箱入りらしいの。箱入り？私やアルスみたいな人は箱入りなんだってラルクが言っていたの。そういう意味か。リフィア、もしね、あなたが自分の愚かさに気づいたらどうするかな。アデールは愚かじゃないわ。たくさんのことを知っているもの。どうしてわかるの？私が愚かじゃないって。私にもわからないのに。どうしたの？ううん。リフィアはやっぱりすごいなって思っただけ。そうかしら。ありがとう。いやリフィアちゃんは本当にいい子だな。ニコルもいい人よ。お当て者だけどね。そんな。リフィアって最初に会った時と随分印象が違ったな。そうかしら。ニコルともアルスとも仲良さそうで、ラルクとも自然に。私は思ったことをそのまま話しているだけよ。思ったことをそのままか。私にはできないな。どうして？どうしてなのかな。いやー、やっと帰れるっすね。帰ったらまずはひとっ風呂浴びて、うまいもんでも食いたいな。ほんとニコルって気楽ね。呆れるのを通り越して感心するわ。いや、それほどでも。褒めてないから。サージはこれからどうするんだい？そうだな、盗賊には戻らないと約束してくれたよね。え？あ、おう、ディアマントで職探してもしよっかな。元盗賊がまともな職に就けるのかね。ニコル。もっともだ。ま、なるようになるって。サージュ、あんたも気楽ね。